じゃあ、まあいいか、ちょっとここはそのまま行ってみるか。はい、第一、このまま。そうだね、第一行っちゃいまーす。はい。修学旅行生が多い。ちょっと風強いね、今日。ああ、なんか明日荒れるから、もしかしてもう風吹いてきたのかな。ああ、そっか。ああ、いや、そうだね。じゅんくん、そのままもう下まで滑ってってもらって。はいはいはい。あれ、停電で？そうだね。こんにちは、たけろです。今回はですね、こちら、ちょっと見えづらいと思うんですけど、このヘルメットの後ろについてるカルドという、滑りながら会話ができるですね、音声通話ができる、アイテムを紹介したいと思います。これですね、僕もうすでに実はレッスンで使ってまして、試しにね、めちゃめちゃいいです。もう先に言っちゃいます。タイミングとかね、ここでこうしましょうとかっていうのも、まあ、一緒に滑りながらもできるし、あとは僕が先に滑っていく時のデモンストレーション中も僕が喋るのはここでこうするんですよみたいなことをデモンストレートストレーションして、で振り返ってお客さんに対してはいどうぞってこう手上げなくていいっていうね声聞こえてますから、でこう滑ってくる時にあそこダメですとかね、あもうちょっともうちょっとみたいなことが言いながらね滑れるというもう素晴らしいですね。まあ、レッスンではもう本当最高なんで、これからどんどん使っていこうかなと思うんですけど、じゃあ実際にどういう風に使っていくのかみたいな、そんな雰囲気をですね今日は皆さんに紹介していきたいと思います。でこのカルドっていうのはもともとバイクとかですねツーリングする方とかが使うっていうのがまあメインで、まあ、そういうもうメーカーですねなんですけど、それがこうアクションスポーツというか、まあ、こういったスキーとかスノーボードとか、まあ、ハイキングとかでも使えます。はい、で僕は今日はこうやってねヘルメットに取り付けてますけども、今カメラ撮ってくれてるじゅんくんはですね帽子で普通にヘルメットじゃなくて取り付けてます。それでも会話ができるっていう状況になってますね。なので今日は、まあ、一緒に滑るというかカメラマンとして撮ってくれてるじゅんくんと会話しながら滑るっていうのをやってみたいと思います。で実際に、滑ってるというか滑りながら会話してる会話も皆さんに実際の音声っていうのはね録画できますので、それもこう聞いてもらいながらどういう感じで会話していくのかっていうちょっとね聞いてもらいたいと思います。はい、それではじゃあ行ってみますか。じゅんくんお願いします。あ、はい、ちょっとも切れるね、なんか途中。あ、音声音声、うん、録音してるからかな。あ、うん、多分ね録音してない時はね全然普通に会話できてたんで。あ、じゃあ多分録音してるからか。あ、じゃあこれ中に入れてるから。あ、あるかも。あ、本体をでしょ。本体を、うん、うん、さっき今なんか喋ってる感じ結構途中切れててはいはいはい、うん、それをじゃあうん、バッグかなんかにつけるか。そうだね。まあ基本的には、はい、ちょっと皆さんに説明しますけど、こうやって本当にハイキングとかだったらバッグに取り付けられるこういうマウントがあるんですよね。こうクリップ式のね、はい、これをこのバッグに取り付けることができます。いけたか。はい、じゃあちょっと喋ってみて。なんかはいはい、どうでしょうか。ああ、そうかも。やっぱあなんか、まあ、うん、基本的にやっぱり間にね、うん、何かが挟まると、うん、Bluetooth 通信だから。あ、まあ、バイクの人たちもヘルメットにつけるからね。あ、うん、そっかそっか。でハイキングの人はまさにこうやって肩につけるのが基本なので、まあ、皆さんこういう風な感じで、まあ、いい例だったね今のね。ウェアの中にしまうとちょっと途切れるかもしれないと、うんうん、とりあえずここはなんか適当に滑りながら、うん、会話しながら行きますか。じゃあ行きます。じゃあ普通に後ろから追い取りをお願いします。はい、はい、です。声大丈夫？普通に聞こえてる？うん、聞こえる聞こえる。なんか多分干渉してたのかな、ウェア。ああ、やっぱりそうかもしれない。いや晴れたな。あ、ちょっと雲海で。雲海になってますね。うん。一旦ちょっと横にパウダーがあるんで入ってみますが、全然パウダーじゃないっていう。やばいやば、滑りづら、滑りづらいねこれは。よし、じゃあまあいいか、ちょっとここはそのまま行ってみるか。はい、第一、このまま。そうだね、第一行っちゃいまーす。はい。修学旅行生が多い。わー、ちょっと風強いね今日。あー、なんか明日荒れるから、もしかしてもう風吹いてきたのかな。ああ、そっか。ああ、いや、そうだね。そうだそうだ。うん、明日、そうだ。風強いから、うん、撮影日を移動したというね、今日も。都会ですね。うんうん。
じゃあ、じゅんくん、そのままもう下まで滑ってってもらって。はいはいはい。あれ、停電で？そうだね。うん。どうしようか。俺、じゃあ、適当に言うわ。ああ、オッケーオッケー。滑ってるで。まあ、基本右側の方で。どの辺っすか？もうちょっと下がるか。あえてもうちょっと下がってみるか。あ、やばい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 。あ、なんか道がいっぱいある。やばい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 。左に行く。右行くか。右。うんうん。あ、いいね、いいね。あ、もう出るで。え？あ、違う、ゴンドラの下に出るだけだから、それは。大丈夫。わーいわーいわーい、子供がいるー。やっぱり子供じゃないのか、わ、雪良すぎる。なんか走りすぎなくていい。うん、ちょっと柔らかいのが積もったから、うん、いい、ちょうどいい。今年は、うん、わ、こういうとこ、ウォーミングアップ、これはね、怖い人がいる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 、気をつけて、よいしょ。いいウォーミングアップでしたね。ちょっとこれウォームアップか。あ、疲れた。確かに全然聞こえるな。うん、聞こえる。やっぱだからバックカントリーいいね。うん。開けてるところで合図出して。これで100メートルぐらいですか？あるかもね。もっと、うん。ああ、でも全然入ってる。もうちょっと下がるとちょっとシャドウが下がって、あ、もうちょっと下がってみる、下がってみる、多分消える感じになるかな。ああ、はい、まだ分かんない。どうですか？全然聞こえるね。あ、本当だ、聞こえる。あ、もっと行っちゃって、あともう50メートル、100メートルぐらい。あ、オッケー、じゃあもうちょっと行くね。はいはい。もっと行っちゃってください。この辺でどうですか？全然聞こえるね。あ、本当？もっと下がる？どうする？あ、ジュンク聞こえる聞こえる。あ、じゃあクレヨンしてみて。あ、はいはい、オッケーですオッケーです。どうすか、聞こえます、タケちゃん？あー、そっか、200メートル以上だね。そうだね、200メートル以上はあるわ、全然。おー、すげー、うん、じゃあまあちょっと滑っていきます。はいはいはい、カメラには米粒にしか多分映ってないと思うけど、うん、カメラにはちょっと、うん、なんかちょっと雨っぽいの降ってきた、うん、あとちょっと逆光なってますね。ああ、いや、いいよいいよ、大丈夫。なんだろう、これ雨、うん、あ、みぞれっぽいかも、ちょっとみぞれだね。下は雨かどうこれ。ああ、すごい水分含んでる、ゴーグルが濡れちゃってる、うん、ああ、多分これ雨なんかね、それっぽいね。ぽい。いや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 、すごいね。いやー、すごいすごい。うんうん。いや、ということで皆さん、こんな感じで会話が可能ということですね。はい。はい、ということで、ちょっと滑ってきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。250メートルとか、なんかそのぐらい離れても全然聞こえましたね。普通に会話ができるという感じなんですけど、まあ多分一般の方が使う場合は、まあ、こうやって離れる時もあると思うんですけど、一緒に滑りながら会話しながら滑るっていうのは、最初の頃にちょっとこう、見たと思いますけど、そういう感じが一番使うシチュエーションかなっていうふうに思います。で、滑りながら、あ、ちょっとこっち行ってみようかとか、場合によっては、あ、ちょっと後ろからスピード出してる人来てるよみたいな感じで、ね、ぶつからないように注意してみたいな、そういうこともできるっていうのは結構、レッスンしてて思いました。いいなっていうね、はい。で、一応これ、結局こうやって近くで喋る場合っていうのは、自分のこの生の声と、あとこっちのね、スピーカーから聞こえる声っていうのがダブります。ちょっとタイムラグがあるん で、そういう場合はここのですね、ダイヤルがあるんです、真ん中に。ダイヤルをこのグローブしたまま後ろにピッて回せば、もうこれでミュートになります。超簡単です。今もうミュートになりました。で、前に押すと、オンになって声が聞こえますし、さらにこっちに前に押せば音量が大きくなります。基本的に前に回すと音量が大きくなって、後ろに回すと音量が小さくなるというね、感じですね、はい。電源オンオフも前の突起ですね、ここあるんですけど、この突起をもうこうグローブしてても大丈夫ですね。こう長押しですね、5秒間押せばオンになりますし、あと後ろの突起を押すと音楽が聞けたりとかっていう感じですね。
でモデルがいろいろあるんで、音楽聴けるモデルと聴けないモデルもあったりしますし、あとは、レッスンの、レッスンというかインストラクター向けの、セットっていうのもあったりします、はい、で今回紹介したのはもう一般の方が普通に使うタイプなんで、あの実際にスマホとつないで、まあ、それこそ音楽聴いたりとかもできるんですけど、基本的にこのカルドのいいところはスマホの接続は必要ないんですね。普段使うときにはもうこの、本体、あとマイクとかのセットと、あとは、他の、ね、こう使う人との、グループが通話あのセッティングできてれば、もう次回以降は基本的にはこれをオンオフするだけでもすぐ会話ができる感じになります。なんでそこら辺の使い勝手がめちゃくちゃいいですね。で僕もあのそれこそさっき言ったようにこうリフトに乗るときって会話がダブるんで、リフトに乗るときはもうここでシャッてこうグローブしたままパッてこれやるだけで、リフト降りたらパッと回してオンにして会話が始まるみたいな感じですね。なんであの寒いところでももちろんいいですし、基本的に他のなんかこういう音声通話って使ったことあるんですけど、やっぱり電波が、なくて途切れる、自動接続ができてもやっぱ途切れたりとかして会話できないとかありますけど、それはやっぱり Bluetooth じゃなくて電話回線とか使ってるとそうなりますね。でもこれは Bluetooth なんで、あの近くにいたりとかある程度の距離が保っていればちゃんと、山間部でも聞こえるという感じですね。ということでめちゃくちゃ使い勝手がいいし、そのアプリをこう毎回こうスマホを出してこう繋いでとかそういうセッティングが一切いらない、ヘルメットつけてオンにしたらもう OK っていう感じなんで、めちゃめちゃ使いやすいです、はい、ということで実際に、ね、使った映像も皆さん見ていただいたと思いますが、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでこの動画面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でしましょう。バイバーイ。This is future, the future could be your soul.